どうも、ハリガットです。初代ポケットモンスターでダイマックスポケモンたちが登場していた。ダイマックス現象とはポケットモンスターソード&シールドから初登場した機能であり、ガラル粒子と呼ばれる赤い光が発生しているところでポケモンが巨大化する現象です。そんなダイマックスポケモンが過去のアニメで登場していました。無印編の第17話巨大ポケモンの島という回で、まずはこちらダイマックスサイド。通常のポケモンと生えてる木と比べればわかると思うんです。めちゃくちゃでかいですよ。こちらをダイマックスピカチュウ、大きさ的には今のダイマックスピカチュウと同じくらいです。てかまんまだよね、すごい。ダイマックスファイヤーやサンダー、ダイマックスカメックスなども登場していました。本物のポケモンかなと思ったんですが、この正体実は本物のポケモンではなく、ポケモン型ロボット、ロケットランが作ったロボットで、ポケモンランドという施設の中の偽物でした。最後にはサトシたちとムサシ、小次郎のせいで全て壊れてしまい、榊様も怒っていました、ね、このロボットですが、サトシたちのポケモンたちが話しかけた際に振り向いて反応もしていましたし、ポケモンたちも本物のポケモンだと勘違いしていたので、相当精巧に作られていたものだと思います。ポケモンも本物と間違うってすごいですよね。巨大ポケモン、もしかしたらですが、この初代の頃から今のダイマックスなアイディアが生まれていたのかもしれません。一番〇〇なポケモンまとめ。まずは体の水の占める割合が最も多いポケモン、メロクラゲ。水の割合は 99%、 多いっていうかほぼ水やん。次はこちら、一番長く生きすぎるポケモン、レッグーザ。その年月は数億年と言われています。他に記録があるのはマンムーやカメールの1万年以上。本当にこれカメールとか本当？てかあれは宇宙を想像したアルセウスは絶対レッグーザより上でしょ。次はこちら、一番早く泳げるポケモン、カマスジョ。その速さはなんと185キロ以上、速すぎる。次はこちら、一番速く走れるポケモン、ウィンディ。その速さは416キロ以上、新幹線並みの速さですよ。ちなみに素早さ出力値は何でもないっす。次はこちら、体温が最も高くなるポケモン、マグカルゴ。その温度はおよそ1万度。触れられないし近づけない。次はこちら、最も多く遺伝子を持つポケモン、これはミュウですね。まあこれは有名な話ですよね。次はこちら、一番移動が遅いポケモン、ノズパス。移動時間は1年で1センチ。メガ進化でも Z 技でも巨大マックスでもないポケモンの幻の進化が存在した。これまでのポケモンではポケモンが覚醒するシステムとして XY ではメガ進化、サーンのムーンでは Z 技、ソーダのシールドではダイマックスという新要素が追加されているんですが、この他にも過去には幻の進化がありました。それがこちらです。覚醒する力ということで、名前はブレイク進化と言います。ポケモンが黄金に光り輝いていますよね。これ以上進化できないポケモンがさらに進化した姿ということで、見た目がめちゃくちゃかっこいいんですが、実はこれはポケモンカード限定仕様です。今はないんですが、当時ポケモンカードをやっていた方は分かった人もいるかもしれませんね。今でもカードショップで時々見かけます。このゴールドの姿かなり目立ちますし、かっこいいですよね。ゲームで搭載されることはなかったんですけど、ゲームでも出てきたら絶対かっこいいと思いませんか。まあ黄金色になってしまうと色違いの価値が薄くなってしまうので、この進化がゲームに搭載されることはなかったと思いますが、もしかしたら忘れた頃にゲームに登場とかあるかもしれませんよね。ちなみにですが、この黄金のポケモンの姿は過去のアニメで一度登場しています。それが見れるのはアドバンスレネーション第100話、トクサレジム、ソルロックとルナトーンです。7つ目のバチとなるトクサレジムで、サトシがバッチをゲットするためにジムリーダーのフーとランを相手にダブルバトルを行う話なんですが、そこで出てきたのがこちらです。黄色に輝くピカチュウとオオスバメですね。めちゃくちゃ光ってますよね。これだけ見るとピカチュウとオオスバメが覚醒して黄色に変化したのかって思う方もいると思うんですけど、そうではなく、いつものサトシのめちゃくちゃ戦法でこうなってしまったんです。フーとランとのバトルで追い込まれた時に、上空の雲に気づいたサトシがピカチュウの雷を雲に向けて撃ち、上空の雷雲から呼び寄せた雷をオオスバメこと浴びさせてなった姿がこれです。でこれにより攻撃力が上がったオオスバメとピカチュウはフーとランのポケモンであるソルロックとルナトーンを倒し、見事にバッジをゲットします。
や、サドスさん、ピカチュウはいいとして、大スバメにまで雷を浴びさせるってやばくない？根性で頑張れみたいなことを言っていたんですが、それで2匹が持ちこたえて、しかもピカチュウと大スバメが体に電気をため、黄金色になったのが面白い回でした。ポケモンが黄金になるってやっぱりいいですよね。アリボキャラの登場時と再登場時の作画の違いが衝撃的だった。まずはアイリス。アイリスはベストミッションのヒロインですね。今は一種地方のチャンピオンになり、さてどれほど作画が変わったのか。うわ、なんかキラキラしてますね。自信に満ち溢れた顔になりましたし、普通に可愛いですよね。次はシノナ。シノナは新葉地方のチャンピオンですね。さて作画はどれほど変わったのか。うわ、なんというか昔は大人のお姉さんって感じがしたんですが、今は若返ったって感じですね。顔のバランスもさらに良くなり、綺麗を抑えて可愛さが増した気がします。次はルザミーレ。ルザミーレはサンドムーン編で登場した大人キャラリーリエのお母さんですね。もともと綺麗なママですが、再登場した時の作画はどうなるのか。うわー、かわいい。ぜひ結婚してほしい。モン博士という旦那さんが見つかって一気に色気が、すいません。次はママつながりということで、サトシママ。サトシの夢を全力で支えてくれる説明不要なキャラですよね。そんなサトシママはどんな風に変化したのか。おー、かわいい。昔は思ったよりママ感ありますけど、新無印のママめちゃくちゃかわいいよね。最後はリーリエ。リーリエはサンドムーン編の一番人気のマドンナ的キャラですよね。前々からサンドムーン以外の作風も見たいと笑いのキャラでもありました。そんなリーリエの新無印での作画がこちら。うほん、かわいい。満足。ポケモンキャラの素顔はやばすぎる。ポケモンはいろんな人物が登場するんですが、今回はそんな人物たちの素顔や裏設定について見ていきたいと思います。まずは斎藤。斎藤はガルル地方の格闘タイプのジムリーダーです。空手をやっていて、普段は礼儀正しくかっこいい女性ですよね。そんな斎藤は実はスイーツが大好き。お菓子なんて人生に必要ないとか言いそうなのに、ギャップがあって可愛いですよね。ちなみにアニメでも斎藤が出てきたんですが、そこでも大好きなスイーツを頬張っていました。手持ちポケモンたちと食べてる姿はかなり幸せそうでした。次はクララ。クララは相談のシールに登場するライバルキャラです。見た目はめちゃくちゃ可愛いんですが、結構口が悪くて腹黒い部分がある女性です。そんなクララの過去は売れないアイドル。ポケモンのキャラにはそういう設定があるんだなとびっくりしたんですが、クララのリーグカードには可愛くて毒々しいをテーマにセルフプロデュースをしており、ライブやイベント自作のグッズは発売していたが、デビュー曲の CD は8枚しか売れなかったことなどが書かれています。ジムトレーナーになったのもジムリーダーになれば人気になれると思ったからだそうです。なんか野望がすごいですね。僕は嫌いじゃないです。むしろ面白くて好きです。次は島星。島星はポケモンレジェンズアルセウスに登場する人物で、銀河団の調査団の隊長をしている女性です。赤城の先祖なのではと噂されており、見た目はボーイッシュでかっこいい女性ですね。そんな島星は実は大食い。あんなに細くてスタイルいいのに意外ですよね。翡翠地方の寿村には芋づる亭という料理屋さんがあって、そこで芋餅を食べることはできるんですが、普段は1人1人前食べるのに対し、島星はある時10人前を一気に平らげていたようです。やけ食いだったみたいですが、それでも人の10倍食べるってすごいですよね。次はダイゴ。ダイゴはルビーサファイアのチャンピオンですね。その後のシリーズでも何度か登場しているんですが、ダイゴは方園地方の大企業デポンコンポレーションの社長の息子であり御曹司ですね。アニポケのも新無重戦で再登場していました。そんなダイゴの趣味は珍しい石集めです。そういうの全然やらなそうなのに、一人で洞窟に石を探し行くのは意外ですよね。ちなみに一種地方ではダイゴの噂話を聞くことができるんですが、一種地方でもダイゴはすごく強い石マニアとして有名らしいですね。次はシノナ。シノナはダイヤモンドパールのチャンピオンで、本業は考古学者をやっています。普段はクールでかっこいい美人な女性なんですが、シノナの部屋は実はとても汚い。ギャップがあってすごいですよね。あんなにかっこいいんですが、片付けは苦手で、部屋は研究資料が散乱しててごちゃごちゃだそうです。また物を溜め込んでしまう性格らしく、物を捨てられないようですね。ポケマスでもシノナは使わないものを手放すようにしないととつぶやいていました。ちなみに SV のボタンも部屋が汚いと話題になっています。ブイスの毛だらけで、カップラーメンの殻は放置、ダンボールもいっぱいありましたね。今回紹介する人物は以上ですが、みんなはポケモンキャラの裏設定は何か知っていますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。ちょっと戻したいさんとくです。コボボタンよろしくお願いします。ではまた次回、せーの、グッディー。